ースです。ニュースキャスターのゴリラマンです。桃太郎は源太郎や金太郎が青い毛布で寝ているのを見かけますと、彼は強引にその毛布を奪い去ることが頻繁に起きています。一体なぜ彼はそのようなことをするのでしょうか。金太郎本人へのインタビューです。だってよ、毛布を地面に引いてその上で寝るのは俺が始めたことだろ。最近さ、源太郎や金太郎がそれを真似するのよ。真似するのはいいけどさ、どうしても奴らが青い毛布を使っているのを見かけると俺のものを取られた気がするんだよね。親としてはそんなことはしていけないのは分かってる。だとしたら源太郎や金太郎が毛布を引きずるのはやめさせたいよな。毛布は俺にとっては命の次に大切なものなんだよ。それを粗末に扱うなんて許されない。桃太郎お父さんは熱弁をしていますが、要は大人げないですね。彼は源太郎や金太郎が青い毛布を触るのを見つけると近寄りすぐに奪います。しかし彼は毛布を捨ててすぐに移動するのです。命の次に大切なものと違うんかい。どないやねん桃太郎。追伸、シルバーバックを尊重はしています。ニュースの時間でした。失礼いたします。